のでこれでスウェットフレームの方から打っていくイメージあっていいです。場合によってはフレームに当たっちゃっても別に問題ありません。もっと皆さん正面を向いて当ててください。トスを手前に上げてしまうと自分の持っている力がうまくボールに伝わりません。トスを上げるときにはもう前に行こうとしなきゃいけない。その準備をこっちもしなきゃいけない。どうもテニスのケンです。はい、今日はレッグコーハスの三塚さんと一緒にお送りしていきたいと思うんですけれども、今日ゴールデンウィークの5月4日なんですけれども、レッグインドアテニススクールさんの、年に一度のイベント、はい、そうですね、はいはい、レッグフェスタ2019が開催されました。はい、はいはい、このイベントの後にですね撮影しているんですけれども、はい、今日はいろんなイベントを、そうですね、ありましたね。はい、はい、今日はですね鈴木隆夫プロのテニスクリニック、はいはい、宇野真彩プロ、はい、して、西郷由紀奈プロ、はい、して、はい、森谷総一郎プロ、はい、です。また、はい、エキシビジョンマッチが行われましたので、はいはい、それらの様子を、お届けしたいと思います。はいはい、私もですねこちらレッグフェスタ2019の T シャツをお借りして今日はですね半分スタッフという形で入らせていただいているんですが、ですね、はい、レッグフェスタとはどういったイベントなんでしょうか。はい、簡単に言うと、はい、ファン感謝デーって言いますか、はい、いつもあのレッグを利用していただいている皆様に、はい、まあ、感謝の、イベントということで、はい、いろんなことをとにかく一日僕たちと一緒に楽しんでもらおうということと、はい、それから私たちには、所属のプロが何人かいますので、はい、所属プロを知ってもらいたい、はい、それから、実業団のリーグにも出てますので、はい、実業団のメンバーを知ってもらってみんなに、チームレッグを応援してほしい、はい、で皆さんもチームですよ、お客様も一緒のチームということで、はい、一日楽しむという、まあ、チームレッグとはそういう意味があるということですね。はい、はいはい、では大盛況だったイベントの模様をお届けしたいと思います。はい、おはようございます、鈴木隆夫です、よろしくお願いします。僕は何ヶ月も前からこの日を楽しみにしていましたので、ぜひ、皆さんと楽しくテニスをしながら、またはいい意味でプロの厳しさを、良さを味わっていただければなと思います。どうぞよろしくお願いします。すいません、スライスサーブという時にちょっといくつかのところだけ皆さんと僕らの考えを一緒にしておきましょう。バラバラなことが、それぞれ のレベルだったり、それぞれの年齢だったりっていうもので違いはあって全然いいんですけど、基本的なところは間違わないでください。打つ方向に対してラケットがボールの真後ろから当たったらスライスサーブはどんなに頑張ってもできません。よくプロネーションで海外で海外と言われますけども、それを使い切ってしまって当たったら回転はかかりません。なのでスライスサーブに関してはもちろん横のイメージあっていいんですけど、ある程度高さも少し出したいっていう風になった場合はちょっと右下のイメージがあってもいいです。でこのままラケットがこのまま当たればこれもスライスサーブ完成です。この状態を変に返しちゃうと返した方向の方にボールが飛んじゃうので気をつけてください。だからここは変に意識しない。あ、スライス回転がかかってないなと思ったらもっとボールに対してラケットをフレームの方から打っていくイメージあっていいです。場合によってはフレームに当たっちゃっても別に問題ありません。変に真後ろから当たっちゃう方が、おかしくなっちゃうので気をつけてください。いいですか。前すぎたら気をつけて、前すぎたら気をつけて、オッケー、いいです、いいです、いい音です、いい音、いい音。
ーの距離が遠いってことは皆さん自信ない証拠だから分かるからね。距離感で、ね、分かるからね。自信あったら絶対ねこうやって振るから絶対そういうものは人間ってそういうもので、あのそれぞれのところで回転を重視するのは分かりますけど、回転ばっかりだとサーブの威力っていうのはやっぱりどうしても半減してしまう。曲がれば相手が取りにくいかっていうのはそうとは限らず、やっぱある程度のスピードが欲しいです。でそうなった時にもっとトスを前方に上げる努力をして、なおかつもっと皆さん正面を向いて当ててください。最初から正面向いて当ててくださいじゃなくて、腕とラケットはストラッカーズも上り上がりですね。じゃないよ、正面向くからラケットが出てくるから。いいですか、こう思ってる方ちょっとそれは飛ばないと思う。入ってみよう、ちょっとやってこっち側に行こう。飛ばない方、ボールをにラケットを当てたいがためにトスを手前に上げてしまうと自分の持っている力がうまくボールに伝わりません。なので前方に上げて大丈夫です。打ち終わった後ちょっと前に出るイメージを持ってください。皆さんこの場所でなんか越えちゃいけないのかな、大丈夫よ。でそのトスを前方に上げるときによく聞いててよ、大丈夫だよ。後ろ体重になってるときにトスを上げてもこれ前行かないから、もしくは後ろ体重で上げてから前に行くものじゃない。トスを上げるタイミングは左足に乗るときに上げます。で左足に乗るときに 乗り出したときに上げたらもう打たなきゃダメです。だから上げてから何かすることじゃないよ。上げました、ひねりました、打ちましたと落ちてくる。それが嫌で何するかって言ったらもっと高くなる、もっと時間欲しいって思ってやる。こういうのは写真撮ってほしくないんだけど非常にひどいからね、ひどいから。だから時間をなくすためにあえてトスを高く上げないでください。ちゃうから、トスを上げるときにはもう前に行こうとしなきゃいけない、その準備をこっちもしなきゃいけない。それをこの場所でラケットが止まってたり上のところで時間を待ちたいってなるからトスを高く上げる。でトスを高く上げて落ちてくるところをうまく当てようと思いすぎてるから前に上げてもそのままちょっと方向を向いちゃってください。大丈夫です、はい、行きましょう。皆さん不思議な顔してるけど大丈夫です。そんなに高いとこで撮りたい、高いとこで撮りたい、高いところで打ったから入るんじゃない。僕らの皆さんの身長を見ても2メーターの人いないから打ち下ろすというイメージはなくなります。なので変に高いとこ高いとこで取ろうとするようにすると何が起こるかっていうと、何しました、何でした、曲げたね、腰落としたね、いらない、別になくても大丈夫。これやってるから高く上げちゃうんじゃない。じゃあこれだけしゃがみ込んだ分ジャンプ本当にしてますか。下から上に打ち上げるとは言ったけどもこんなに曲げても多分こんなもんかな、下手したら曲げた分だけ力をロスしてるかもしれない、うまく当たらない。それだったらもっとこっち来てね、皆さんにちょっとやってみてほしい。
前にあって後ろにあって前への動作、もしくは嫌だったら最初から後ろでそこから前への動作、後ろから前への体重移動を重心がぐっと移動するのをもっと使っていいです。で、いやいや倒れちゃうんですけどって人はここの時にしっかり地面をぐっと押さえてないの、足で。なぜかっていうと後ろ体重のまま上げちゃうからフラフラーってなる。前足体重のとこで上げたらもう問題ない、これぐっと踏み込めるから。で、上げて曲げて伸ばすじゃなくて背伸びするイメージわかる？ちょっとこの場から軽く曲げて背伸びするイメージ、つま先立ちになるイメージで打ってほしい。そうするとどうなるかっていうと、これでサーブは成立するんだよ。ボール見ないでよ。これで成立するから、いやいやプロだからこれなんでしょうじゃなくて、ね、十分じゃないですか。これで全仏オープンは勝てないよ。これは勝てないけどこれで十分安定はする。で、高いところで打とうとしないから、皆さんが腕とラケットを通るところに何度もトスを上げさえすれば再現性が高まるから、トスを上げて、あ、右に上がったから、あ、こうやってると、あ、後ろに上がったからこうやって打とうなんてやってたら永遠うまくならないから、もうこの自分が行くこの場所に自分でトスを上げる、連続でやったらこういうことよ。余計なことしない、できるだけシンプルで、曲げたかったら曲げてもいいけどブレるからね。やらなくていいことって結構あるから、付け加えすぎないから、逆に排除するもの、ああもう変に曲げようとしないとか、そしたらトス低くても大丈夫、ああこれをすごい後ろに引こうとしない、もうすぐパッとこう上げようとするとか、そういうのちょっと自分でちょっとやってみましょう。ちょっと長い時間取るから自分でトライしましょう。僕もお伝えします、できる限り。変にボールを巻き込もうとしないでください。で、皆さんトスをうまく上がらないからといって力を抜きすぎてませんか？力をちゃんと入ってるっていうことを認識させて上げてください。